速報、FIFA ランキング、日本の暫定順位がこちらです。FIFA ランク16位かアジアでは、イラン以外に敵なしだな。来月2勝すれば、スイスを抜いて15位になります。負ければ20ポイントマイナスされるので、勝ち続けなければならない。日本の FIFA ランキングが盛りやす体制で最高の16位へ。アメリカとメキシコをついに超えました。サッカー日本代表。 中国とバーレーンに圧勝したことで次に発表される FIFA ランキングが16位になる予定。メキシコ、アメリカもっと低いでしょって前から言われてたのがついに陥落した歴代最強日本代表 FIFA ランク10位入っても良いレベル。日本の FIFA ランク16位に上がってる。イランはプラス 11.76p で19位へ、浮上韓国は 0.26p と微減も23位以オーストラリアは -26.99p で25位転落カタールは -22.39p で34位44位強いとこに勝って中堅なハンガリーセルビアとかに負けそうマジな話でこのくらいの国と試合してもらいたいなアジアとかあんまり意味ない確かに ただ確実に勝てるとは限らない。要は良い勝負ができるってことやね。クロアチアと PK 決戦ですからね。ダッシュすべてアクサングラーブ、現時点でほぼ同等。強くなりましたよね。ダッシュ、オメガ、アクサングラーブ期、機日本代表、割とガチでベルギー、ポルトガル、クロアチア、イタリアあたりよりかは強いと思う。